楽町チャンネル中山です。信託銀行と不動産業界にそうですね。合わせて20年くらいいましたので、今回もリートについてご説明をしたいと考えています。前回はリートについて初歩からご説明をしましたが、幸いにも良い評価が多くて大変ホッとしております。今回はリートの投資のメリットやデメリットを株式投資や実物の不動産投資と比べて。 簡潔にご説明したいと考えています前回もお話しした通り不動産投資信託であるリートとは不動産を小口化して証券市場で売買できるようにした金融商品になりますしたがって不動産投資の性格と金融商品の性格を2つ合わせ持っています不動産投資としてメリットは3つご説明をします 1>, 1つ目には株式投資よりも一般的に配当利回りが高いことがあります。2つ目には株価にあたる投資口価格あるいは配当にあたる分配金は比較的安定をしている。3つ目は賃貸経営が不要で手間がかからないというメリットがあります。まあ、簡単に言いますと投資家はお金を出す以外 何もしななくていいととうことになります例えば実物の不動産で必要なテナントの募集とか建物の維持管理修繕そういったものや確定申告こういったものもの不要になります前回は「リート」とは不動産の小口化商品と説明しましたがもう一つ違う意味で「リート」という言葉が使われます。それは 何とかリート投資法人という法人組織の名前をリートと呼ぶこともあります投資法人としてのリートは不動産を所有するだけの一種のペーパーカンパニーと理解することができます投資法人というのはペーパーカンパニーであるならば例えば資産の運用や一般の事務とか建物管理それからテナント管理 そういったものはすべて外部に委託する仕組みになっていますその中でも資産運用会社というのはその中心となるものでよくあの決算説明の動画で説明に出てくる人がいるんですけれどもこれはリートの社長ではなくて資産運用会社の責任者が説明していることが普通ですこれはリートが資産を保有するだけの会社であって リートは家賃をすべて投資家に配当するためだけに存在して自分で経営判断もできなければ意思決定もしなければ雇用を生み出すということもありませんし実は所得税も免除されていますこういったさまざまなことを代わりに担当するのが資産運用会社でこの資産運用会社に出資をしているのが各リートのスポンサー企業という関係になります。 したがって各リートはスポンサー企業の影響を大きく受けることになりますスポンサーが資産運用会社に対して運用の大きな方針を示して資産運用会社はリートに代わってさまざまな判断や実務を行うわけですスポンサーはリートに対して購入物件を紹介したり時にはスポンサー企業が保有している不動産を リートに売却することもありますこの物件売却を通じたスポンサー企業とリートとの関係はパイプラインと呼んでいてリートの成長には欠かせない仕組みになっていますしかし同時にスポンサー企業もリートに物件を売却して売却益を得ると、こういう相互に依存した関係が成り立っているということでもあります 実はリートの仕組みで最もメリットを得ているのはスポンサー企業になりますスポンサー企業は当然リートの投資家も儲かるようには配慮しながら自社保有物件をリートに売却したりリートが保有する物件に自分がテナントとして入ることで自分の事業の事業拡大にも利用したりしていますまあ、そういった形で様々なメリットを得ているということもあります ここまでは不動産投資としてのメリットを説明しましたがもう一つ金融商品としてのメリットもありますここでは二つ紹介をしますまずはリートの投資口は証券会社を通じて証券市場でいつでも売買することができますわかりやすく言えば購入しやすくて換金もしやすいというメリットがあります二つ目には 売買単価が小さくて数万円から不動産に投資することができます購入する物件も大きなオフィスビルとか有名なホテルとか誰もが知っている物件のオーナーになることができますもちろんその家賃から投資口に応じた分配金をもらうこともできます楽待ちリートは 不動産と株式の両方の性格を持つことから両方のメリットを兼ね備えているとも言えますがそれゆえにデメリットもありますここでは4つご説明をします1つ目は今回の急落で分かったように株価の影響を受けやすい傾向にあります証券市場で換金をしやすいということから生じるデメリットになります 2つ目には株式ととと比べて意外と儲からないことも事実です株式投資の場合にはもちろんリスクもありますけれども逆に株価が10倍を超える、まあ、そんなこともよくあります。しかしリートでは株価にあたる投資口の価格はそんなに大きく動くことはないというふうにも言えます。特定ののの企業に投資する株式の価格というのは 例えば将来の成長性やビジネスモデルの優位性それから投資家の期待こういった部分で株価が決まる部分というのは意外とあったりしますけれどもリートの場合にはどの銘柄も不動産投資しかしか従いまして投資口価格はリートの場合は現実の配当利回りを重視して決まってしまいます。リートの場合には 安定した配当を目指すことからいわゆるミドルリスクミドルリターンの商品と言われています3つ目は実は不動産投資と比較してもあまり儲からない点があります実物の不動産投資というのはそうですね不動産というのは同じものが2つとない特徴がありますそれから売り主にも買い主にも様々な事情があります そういった市場の綾というか歪みというか投資余地というか隙間というのがたくさんあって実物の不動産市場には掘り出し物がたくさんありますそして様々な投資スタイルを受け入れる余地もあります例を一つ言いますと例えば空き家を格安で購入してそれを自分でリノベーションして利回りが20%を超える物件になる まあそんな話とかよくありますけれどもリートの場合には物件の購入とか融資それから物件管理修繕賃貸経営管理、まあ、そういったのはてて他人任せになってしまいまいすそのため手軽に投資できる反面不動産投資の上級者から見ると投資の醍醐味というか面白みに少しかけるというふうに言えます。4つ目には 税金対策にならないんですね例えば節税というのは不動産投資をする大きな理由の一つになります例えば相続税対策ということを考えるとリートの相続税評価額もしリートを保有した人がお亡くなりになって相続が発生すると相続税の評価額というのは相続が発生した その日のの日証券市場の価格が基準になりますつまり10億円でリートを買えばまあ大体ですけれども10億円で評価されるということなんですけれども一方で実物の不動産をこれで購入をすれば場所によってはということになりますが土地は数分の1建物は約半分程度にまで評価額を下げることができます。したががって例えばば億円の現金があれば これで実物の不動産10億円分買えば相続税の評価額はまあざっと言ってなんですけれども5億円に圧縮できてその分相続税を少なく払えばよいとで相続が終わった後にもちろん合法的な範囲でこれを売却をすればまた10億円あるいはそれ以上に戻ってくるということにもなりますすすそそれれれからら借り入れををばその分相続財産を減らすこともできます。 ここういいっったととがリートででではちょっとできないんですよねそれからなんですけれども不動産賃貸経営を自分で行えば例えば通信費とか事務所の家賃とか原価償却費とか先住者給与こういったものはさまざまな経費を差し引いて所得税の確定申告をすることができます。 しかし、リートではそのような経費を計上するというのが原則として一切でできないのが普通です例えばよくある話として不動産事業でわざと赤字を作って本業の所得から損益通算で差し引いて節税するということはリートではできないことになります。 リートの場合はじゃあどうすするかとと言いますとリートの場合には株式と同様にほとんどの人は源泉分離課税を選択して利益が出ればそこから20%差し引いてしまうまあそれだけということになってしまいます。以上まとめますとリート投資のデメリットというのは1つ目には株式のような急落が起こり得ると2つ目には株式に比べいわゆるキャピタルゲインこれが少ないということもあります。 三つ目には不動産投資と比べると工夫ができる余地が少ないということも言えます。四つ目には相続税対策にもならなければ所得税対策にもならないという特徴があります。以上、リート投資について株式投資と不動産投資と比べてメリット・デメリットをご説明しました。次回はリート相場についてご説明をします。 いかがだったでしょうかこの動画が役に立った面白かったという方はこのグッドのボタンを続きが見たい方はチャンネル登録するとこの辺にありますが最新動画の情報が届きますこちらは楽町のチャンネルなんですが私の住まいと投資チャンネルもぜひお越しいただいてご登録をお願いします今後も住まいと投資に関する有益な最新情報をお届けしますご視聴いただきましてありがとうございました 楽町チャンネル登録よろしくお願いします。